し、どこ？あった。おやすみなさい。さくら、二度寝してええんか？あと5分だけ。今日兄ちゃんの朝練なんやろ？寝坊したらあの雪うさぎとかいう兄ちゃんと一緒に学校行かれへんのとちゃうんか？ゆきとさん！うわっ！おお、一発で起きたな。私、日の本さくら、巴田小学校の4年生。好きな科目は音楽と体育、嫌いな科目は算数。とりあえず元気が取り柄の女の子です。あー、ここの髪跳ねちゃった。うし、前がドライヤー持っとったろ。ありがとう。よいしょっと。今ドライヤー持っててくれてるオレンジ色のぬいぐるみみたいな子がケロちゃん。本名ケルベロスでも長いし、なんか似合わないからケロちゃんって呼んでるの。猫みたいなんだけど、背中に羽が生えてて目がちっちゃくて、人間の言葉が喋れる不思議な子なの。ケロちゃんはね、本から出てきたんだよ。できた！ありがとう！あ、早くご飯食べないと遅れる！ったく、世界でただ一人のカードキャプターが寝坊ばっかしててええんやろか。おはよう。なんだ、さくらか。お兄ちゃん、あんまりうるさいから怪獣が降りてきたのかと思った。さくら、怪獣じゃないもん。この意地悪なのが遠谷お兄ちゃん、高校2年生。うちの小学校のすぐ隣に立ってる成城高校に通ってるんだ。確かに怪獣にしちゃちっちゃすぎるか。さくら、怪獣じゃないの。年が離れてるから何回喧嘩しても勝てないの。ちょっと背が高いからって悔しい。いつか絶対電柱くらい大きくなって踏んでやる。今日も朝から仲良しさんだね。おはよう、お父さん。はよ、さくらさん。うわー、目玉焼き美味しそう。野菜もたくさん食べてね。はい。この人がお父さんの藤高さん。大学で考古学を教えている先生なの。優しくてお料理もお裁縫も得意。大好き。え、お母さん？お母さんは私が小さい時に亡くなったの。3つの時だからお母さんのことはあんまり覚えてないんだ。でも寂しくないよ。お父さんがいるし、意地悪だけどお兄ちゃんもいるし、ケロちゃんも。ごちそうさん。ごちそうさま。はい、お弁当。ありがとう。今日はクラブ？うん。気をつけてね。行ってきます。行ってらっしゃい。もういい天気だね。いや、雨だろ。え、なんで？さくらが早起きしたから。え、なんですって？ゆき！え、ゆきとさん。おはよう、さくらちゃん。おはようございます。この人が月城ゆきとさん。お兄ちゃんと同じクラスの高校2年生。野蛮なお兄ちゃんのお友達だなんて信じられないくらい優しくて素敵な人なの。ほとんど毎日お兄ちゃんと2人で学校に行くの。だから一緒に行けるように私もなるべく早起きしてるんだ。そういえば、はい、さくらちゃんお寝坊さんなんだって。え、どうしてですか？トウヤに聞いたんだけど。お兄ちゃん、夜眠れないの？何か心配事？能天気に心配事なんかねえな。誰が能天気よ！全然大丈夫です。だといいけど、具合とか悪いならちゃんと見てもらわないと。